いっちゃうよ。はい、皆さんこんにちは、セナです。はい、ルミオン、道を開けろ。はい、ということで、ルミオン道を開けろとはなんか大胆なね、今流行りの5人組グループの、ね、リーダーみたいなことをなんか言っちゃってますけども、まあ、ツインモーションの回し者でも何でもないんですが、ツインモーションね、ついに 2021.1 バージョンがリリースされたということでね、今回はこちらについて詳しく解説をしていきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。はい、ということで早速ね、解説していきたいんですけども、今回ね、これ今映ってますよね、この映ってるもの、まあ、全てツインモーションで新しくリリースされたものを使っております。はい、使ったことある方はわかるかと思いますが、こんな感じの、一回これ外しますね、プレゼンモード。こんな感じの、まあ、人が新しく増えてたり、まあ、こういったアセットがね増えてたりするんですが、まあ、あとキーもね、なんかこれ日本でよく見られるキーをが増えたらしいですみたいな感じのことをね、今こうやってパパパと話していってますけども、こちらの方ね、ツインモーションさん、アンリアルエンジンの方の、サイトでですね、詳しく解説されていますので、そちらの方へ行って解説していきたいと思います。はい、ということでこちらの方にやってまいりました。今タブこれ3つ開けてますが、全て解説しますね。はい、これツインモーション 2020.1 がリリースされましたということで、はい、見ていきます。はい、これ主な新機能ですね、このアンリアルエンジンブリッジっていうのなんですけども、こちらがね、ショーということで、まあ、言ってますが、まあ、これ何のことかと言いますとですね、まあ、ツインモーションとアンリアルエンジンとの連携がね、もっとうまくいく、まあ、アンリアルエンジンも使っていけばもっと高品質なものが作れるよみたいなことを言ってまして、こんな感じ、こっち側がツインモーション、こちらがアンリアルエンジンなんですけども、こんな感じでね、こっからこんな感じにできるよみたいに言ってるんですけども、まあ、正直ね、これちょっとまあ適当に作りすぎやと思うんで、まあ、ここまで差はないんですけども、まあ、確かにアンリアルエンジンは、プロが使ってるような、もっともっと細かい、ちょっとパーって見たら分かると思うんですけども、ツインモーションは建築専用のね、建築向けに作られた、レンダリングソフトなんで、あんな感じで初心者でも簡単なようにね、こういう風にまとめられているんですが、こちらのアンリアルエンジンっていうのは初心者何も関係なしに、こういうプロとかが使うね、もっとどんな細かなことでもできちゃうすごいレンダリングソフトなんですよね。ただ難しいと、まあ、そういったところが欠点でございますので、こちらはまあ気になった方は調べてみて使えるようになってみてください。はい、はい、で次なんですが、こんな感じでですね、これアンリアルエンジンに組み込むと、もっともっと高度な機能を追加できるよっていうお話ですね。でこれ今回すごいです、これ結構すごいです。プレゼンタークラウド早期アクセスっていうのがありまして、こちらがね、ツインモーションあるじゃないですか、こんな感じでツインモーションあるんですけども、このツインモーションのこの現状、このプレゼンターモード、まあ、あるんですけども、こんな感じで見えるシーンって、まあ、ツインモーションないと無理ですよね。それが、今回のアップデートでクラウドに持っていくことができるようになったということなんですけども、これ一回ちょっと実践してみますね。でここで一回、この目ん玉を押して、ここ押してください。これでまあ皆さん最初 2020.1 入れた時これあると思うんですけどね、これまあ僕邪魔なんで消してたんですけども、これのプッシュトクラウドっていうのを押してください。するとこんな感じで Taking it to serve、 こんな感じでニュープロジェクト 2021.331、 これ今日今のやつですね。はい、これでオープンプレゼンタークラウドを押します。あ、まだか。なぎ。はい、ということでね、ちょっと長すぎるんで、その間にこちらちょっと飛ばして次の方の解説をしていきたいと思います。はい、次なんですけど、これツインモーションライブラリーとメガスキャンズの結合、じゃ統合ということで、こちらね、メガスキャンズっていうのがあります。これ 3D アセットサーフェスカテゴリーツインモーションアセロリーに統合して、ツインモーションプロジェクト内で簡単に計測し直接アクセスできるようになりましたと。はい、こういう風にね、いろいろバーってあるんですけども、これまずメガスカンズ何やと言いますと、これがまず一つ、タブの一つですね。このメガスカンズというものはですね、こんな感じでこういうマテリアルであったり、こういうオブジェクトであったりをね、これ世界中のものを、こういう研究員みたいな人たちが世界中回って写真を撮って、その写真からね 3D モデルにしたり、マテリアルを作成したりという風なことをして、販売とかねしている、そういった会社ですね。はい、こういった会社を、まあおそらくですけども、このアンリアルエンジンが買収かなんかしたんですよね。このこちらの会社を調べてみると、親会社
親会社エピックゲームズっていう風になっております。なのであんま詳しくないんですけども、おそらく買収したのかなと。買収したことによってアンリアルエンジンの会員限定でツインモーションとかアンリアルエンジンの中でのみこのメディアスキャンズのこういったアセットとかを利用する使用することを認めますっていう風な、まあ、そういったことが起きました。こういうのとか全部、ツインモーション内で見ることができます。で使うこともできます。はい、そういうやつです。これが今回僕たちが言ってた、最初に言ってたね、ルミオンさんね、一応ルミオンさん道を開けろっていうことなんですけども、今までねツインモーションとルミオン、まあ結構大きなねこの2大リアルビジュアライゼーション2大レンダリングソフトみたいな感じで、この建築の中でこの2つが特にね、注目されてきたわけですけども、これをよく比べることがあるんですが、これの違いっていうのはね結構、まあ、あんまほぼないんですけども、一つ挙げるとしたらこういったねこの植物とかの 3D アセットですね。このツインモーションのアセットって、まあ、何かと言いますと、こういったこの草であったりとか、こういうポールみたいなのとかね、こういったものが、まあ、ルミオンよりツインモーションの方が少ないみたいな感じで言われてまして、まあ、あとはもう教育版、学生版でしたらルミオンだと出力するときにルミオンみたいなのがここに出ちゃうんですよね。まあ、そこがまあ僕的にはすごく嫌だったんで、結局ツインモーションさんを、まあ、使用させてもらってるんですけども、まあ、そんな感じで今まではそういったこのアセットの数みたいなのが結構ツインモーション不利な状況だったわけですよ。まあ、そこでこのメディアスキャンズをまあ買収することによって、このメディアスキャンズをいつでもツインモーション内でダウンロードすることができるようになったというわけでございます。これすごいもう進化です。これすごい進化で、もうこれこうなっちゃうと、まあツインモーションが今のところもこのねアップデートでは圧勝なのかなと今ちょっと感じております。はい、なのでぜひ皆さんツインモーションまだダウンロードしてない方はダウンロードしてみてください。はい、こんな感じでもうかなり増えてます。まあその他の新機能もあるんですが、これちょっとね今ツインモーションのこうやって解説したいんですけども、今ツインモーションが、これねクラウドに今入れてるんで、まあ、結構時間かかってるんで、その間にこちらの方を先に解説していきたいと思います。はい、こんな感じでデータスミスダイレクトリンクっていうのがありますけども、これ今回はレビットだけなんですけども、まあレビット以外にも今後このもちろんアーキケドとかねライノとかね、スケッチアップとか、まあよくあるツインモーションとかとの連携がいいやつですね、こちらのソフトとの連携は今までは一つのツインモーションデータにつき一つのそのファイル、アーキケドなどのファイルデータでしかダイレクトリンクができなかったんですよね。ただ今回はそういうわけではなく、いろんなファイルと一つのツインモーションデータで連携することができると。例えばだからアーキケドを開いた状態でダイレクトリンクと押しますよね。そのダイレクトリンクと押すのがいろんなアーキケドのデータとかからやることができるっていう風になる予定です。今はレビットでさらに商用版だけしか使えないので、そこらは まだご注意ください。ちゃんと読んだら分かるんですけど、しかもねこれまたすごいのがレビットとかアーケードだけじゃなくて、レビットアーケードライノスケッチアップそれぞれから一つのツインモーションデータにダイレクトリンクすることができるようになるんですよね。これがもうかなりすごいですよね。今までやったら FBX データに変換したりとかね、いろいろした上でツインモーションでインポートっていうのをしてやってきたんですけど、それが不要になるということで、これはかなり期待できるのではないでしょうか。はい、ということで、はい、これ新しいやつですね。これは新しいキャラクタートレーニング器具重機備品アセットということで、こちらのアセットが増えました。これ最初にちょっと言ったんですけども、こういったトレーニング系の 3D アセットとかが増えたり、あと木々がね2本にしかないような木の種類がまた増えました。これちょっとまあ桜はないんですけど、桜みたいなものも作るようにできたんですよね。っていうのもこの草木あるじゃないですか、今までだったらこの緑の色味であったりとか、あとこの幹側のね色味であったりとかね、いうのを変更できなかったんですよ。でこちらの方を変更することができるようになりました。なのでこの木の色味とかを変えたら、例えばねピンクにして調整すれば桜っぽく見せることは可能だというふうになりますので、こちらの方をねぜひ見て、ちょっと一回解説したいんですけど、なんでこちらの方がまたすごいアップデートかなと思います。でこれ以外にもあるのかな、はい、こんな感じで、あと人が増えましたね、かなり。まあいつも通り日本人はないんですけど、人のアセットがかなり増えました。であとはライティングの改善ですね。これいつものアップデートによくある、まあもうちょっとまあ簡単に言えばもっとリアルになりましたよみたいな感じです。で今リアルって言ったんですけど、それとはまた逆にですね、非リアルなレンダリングスタイルっていうのができまして、はい、これ膨
ルスクリーンモードとプレゼンターの両方でご利用いただけます。これどこでもまあ利用できるんですけども、こんな感じでフィルターをかけることによって、こういう線っぽいのとかね、こういうただの白モデルであったりとか、ちょっと模型っぽいですよねとか、こういうね、まあ、色合いのもの、これもデフォルトのものみたいな感じでいろいろ変更することができるようになりました。あとはこんな感じで、今動画でありますようにプレゼンターでフェーズを視覚化、今までレイヤーの設定によるなんかフェーズみたいなのがありまして、まあ、これ解説したかな、まだしてないと思うんですけど、フェーズっていうのがありまして、フェーズを押すとそのレイヤー設定したレイヤーに変更されるみたいなのあるんですけど、それをプレゼンターでも使えるようになったっていうことですね。このプレゼンターっていうのを一番初めに送ってたみたいに、この全画面でこういう風に映るモードのことをプレゼンターと言います。でさっき言ったみたいに、この植物の後は色合いですね、幹とか葉の両方の全体的な色を変更する機能が追加され、シーンの他の要素との視覚的な調和を維持しやすくなります。はい、ちょっと緑臭いわとかいう場合はですね、緑のトーンを落としたりみたいないうことができるようになりました。まああとはこんな感じですね。はい、ということで、はい、これ行きましたね。先にじゃあこのクラウドの方に行ってみましょう。はい、こんな感じで今のページからこうやって行きましたね。で、こんな感じありますけども、これのビュー押しましょう。ビューを押すと、We are connecting you to the presentation。はい、ということでやってきましたね。はい、こんな感じで今ね、これクラウドなのに、見てください、これちゃんと Google ですよ。Chrome ですよ。Chrome 上なのに、こんな感じで見渡すことができるんですよ。これもう同じですよ。同じ感じで、こんな感じでクリックすることできないんですけど、こうやって触れることができるみたいなね。で、これをやったら多分これ今画像がこの1個とかじゃないですか。ただこれもう1個もう1個とか増えていくと、これをやったら勝手に動いていったりとかしてくれるんだと思うんですけども、こんな感じすることができるんですよね。で、ここにもちょっとこういうプレゼンっぽいのがなんか出たり、全画面で表示したりとか、まあ、いろんなことができるわけです。で、ここにやり方みたいなのがあるんで、 W で前進めようとか、こういうのも全部してくれるので、はい、これかなりいいと思います。ぜひ皆さんもこれ使ってみてはいかがでしょうか。はい、でこれこの流れちょっといきたいんですけども、これ何かと言いますと、これツインモーションのこれ YouTube チャンネルの方で、まあ、知ってる方いらっしゃると思うんですけども、今言ったことの実現したバージョン、まあ、こんな感じでできるよみたいなのをかっこいい動画で解説してくれてるので、こちらの方もぜひチェックしてください。概要欄に貼っておきます。はい、ということで、これツインモーション、やっとねツインモーションの方で解説できるんですけども、はい、何よりも大目玉ですね、メディアスキャンズとの統合ということで、はい、こちらの方を早速やっていきたいんですが、これちょっと邪魔なんで消しておきます。はい、これね、まずまあ今ちょっとごめんなさい、これが初期ページですね。まずこれちょっとフォントとか変わってます。はい、でこんな感じで今ありますけども、これが多分新しいやつですね。でちょっと増えたもの、さっき普通のツインモーション内で増えたものだけちょっと触れておきます。このキャラクターズから、このアニメートヒューマンズもちょっとだけ増えてるんですけども、このポーズヒューマンズとかグループはあれかな、カットアウトとポーズヒューマンズがいっぱい増えてます。下の方行くと、今ここにもありますように、医療従事者の方の服装であったりとか、まあいろんな子供がちょっと増えてたり、このカップルみたいなのがちょっと増えてたりと、いろいろ増えてますので、こちらの方もぜひチェックしてみてください。あとはこのこちらのベゲテーションのトリーズですね。ここパッと見た感じ、あ、いつもと違うなって多分感じると思うんですけども、こんな感じで、こういった木ね、日本にあるものなんですけども、ちゃんとジャパニーズウォールナットみたいな感じで書いております。こういう感じで日本の、これも全部日本のものです。はい。で、こんな感じで増えております。で、まあ、いろいろ増えておりまして、まあ、でも、ツイモーションのアセットはこれぐらいですね。で、ここから重要なこのクイックスメガスキャンズということで、こちらのクイックして、3D アセットとサーフェイスがあります。サーフェイスはこれマテリアルってことですね。これ例えばベアっていうのがありました。このベアのやつがあります。で、これね、一個一個、ダウンロード一旦しないとダメです。こんな感じでいろんなマテリアルがあるんですよね。だから普通のツインモーション内にはないような、もっともっと細かなね、リアルなものがいろいろ見られるのではないでしょうか。だって今メタルだけでもこんなにあったんですよ。すごくないですか。ほら、こういうね、こういうアンティークっぽいやつとか、なんかロマンで書いてる、ああ、こういうね、ヨーロッパ系のやつとかかな、みたいな感じで、こういったマテリアルがいろいろあります。はい、この今、地面も、このメギアスキャン、こいつ、この壁のマテリアルもメギアスカンみたいな感じでやらせてもらってます。で、これもちろん、こんな感じで、いつも通り、こういう反射調整したり、色合いを調整したりすることももちろん可能です。ので、ぜひ皆さん使ってみてください。ということで、これ次 3D アセットですね。こちらがまあ一番ずっと僕が言ってたやつですね。例えばこういったバルコニーみたいなね、ビルディングだったら、こういう梁であったりとか、いろんなものが出てきました。あとはもうこれもう見ていただけたら皆さんわかるので、ぜひこれ見てください。で、今度ね、これ先ほど決まったんですけど、僕とモリモリでこちらの 2021.1 バージョンのね、ツインモーションを触りながら YouTube ライブをしていきたいと思います。
ますので、ぜひ皆さんこちらの方も YouTube ライブ楽しみにしておいてください。いつするかちょっとまだ未定なんですけど、はい、こんな感じでメディアスキャンですね、あります。あとこれか、この事務系のやつも増えたの、増えたってさっき言ったのに言うの忘れてましたね。このフォーム行ってジムって言ったらもうジムのがめっちゃあります。これほらめっちゃ増えてます。もういっぱいもういっぱい置いてるんで分かると思うんですけども、このジム系だったりストリートワークのなんで、これ公園ですね。公園のなんかよくあるじゃないですか、こういうのって謎にねいっぱいありますよね。だからこういうのほらまあよくあるんで、公園とかを楽しい感じで作ることも容易になったのではないかなと思います。はい、ということで次なんですけども、さっき言ってたここを押したらプレゼンターモードになるんですけども、まあ、プレゼンターモードすぐできるようになりましたよね。はい、ここで次目ん玉を押します。目ん玉を押してこの四角を押します。でこの四角で今デフォルトになってるんですけども、これの一番上を押しますとこの方線、線モードみたいな感じで線だけになって、その下でシェード影が入った線モード、これめっちゃいいですよね。これ僕好きです。とかさっき言ってたこの真っ白の白モデルみたいなやつと、はい、キーメタルフォームデフォルトみたいな感じでこういう調整がする、こんな調整をすることができるようになりました。でこれもちろんカメラの設定から、じゃあこの画像設定あるじゃないですか、これのモアを押しましてカメラ行ってこのビジュアルエフェクトの、フィルターですね、このフィルターの中に先ほど押したようなものがございます。このハイドゥンライン1が先ほどの1個目のやつで、これが2個目みたいな感じで、他のやつもここに全て含まれております。全ては含まれてないかな、まあ、この線のやつはね、とにかく含まれておりますので、こちらの方でも可能だということです。はい、あと最後に解説しておかないとダメなのが、このキーの色合いの変更する方法ですね。こういうのができるようになったので、じゃあこちらの方で解説していきます。というのもまあこれクリックしたら分かるんですけども、このリーブスティントティント、このティントっていうのが増えてますよね。これだから葉っぱの色合いって感じです。例えば葉っぱ今これ暗くしたら黒くなる白くなるみたいな感じで、桜っぽくしたいならこんな感じですかね。こういう感じでして、で幹の方ももうちょっと茶色にしたいねとか、こんな感じでして見るとか、まあ、あとはこれちょっと緑がちょっとうるさいなっていう時はこうやって落としてやるのもいいのかもしれません。全然見た目が変わってきます。ふう、これで全部解説できたかな。僕的お芝居こんな子、まあ僕日本人なんでね、日本のこの消火栓って書いてる日本語が含まれてるね、こういうアセットが出てきたのはすごい嬉しいことですね。なんでこれは僕のお気に入りということで、今回はこんな感じで全モーション 2021.1 がリリースされましたよということで、皆さんにしっかりと日本語で解説していきました。いかがだったでしょうか。これね、ツインモーション 2021.1 皆さん入れたくなってくれましたかね。まあこんな感じで、あなるほどね、今回のリリースアップデートはこんな感じだったんだ、いいねって思った方は高評価とチャンネル登録していただけると嬉しいです。あと ルミオンさん道を開けろとか調子に乗ってね、まあすごい人気のね YouTuber さんみたいなことちょっと言葉借りて言っちゃったんですけども、はいはいって言っちゃったんですけども、まあはい、こんな感じで、まあこういう経緯があってね、言わせていただきました。ちょっと今の状態ではね、ツインモーション圧倒的だと僕的には思ってます。なんでルミオン使うのかわからないぐらい僕はツインモーションに続行です。まあ所要版持ってるんでっていうのもあるんですけどね。はい、ということでこんな感じで今回は解説をしていきました。いかがだったでしょうか。はい、わかりやすかったなとか、あと今度ねライブやるんで YouTube ライブ楽しみだと思ってくれた方は高評価とチャンネル登録していただけると、僕たちのモチベーションがどんどん上がっていきますので、そちらのもぜひよろしくお願いします。ということで今回の動画は以上になります。ありがとうございます。バイビー。